ご苦労でした。船は戻って結構ですよ。しかし、お迎えがまだのようですが。すぐにいらっしゃるでしょう。誠実で真面目な方だと聞いてますから。わかりました。フレデリカ様、どうか末永くお幸せに。ありがとう。エスフロスト公国のためにも努力します。兄グスタドルフ総帥にもそう報告をお願いしますね。はっ、ジーラ殿、あとは頼みます。はい、お任せを。到着してよかったわ。ようやく一息つけますね、フレデリカ。でもちょっと早く着きすぎたかしら。遅れるよりは良いでしょう。これは国の大事、初対面で失礼があってはなりませんから。硬いわね。第一印象は重要ですよ。気分転換に少しあたりを見て回らない？そうですね、好きにできるのも最後かもしれない。ローゼル族の血を引く私に自由を与えてくれる方などいるはずがありませんから。そのペンダント持ってきたのね。もちろん母のたった一つの形見ですから。するぜ、エスクフロストのお姫さん。邪魔な護衛が乗った船を返してくれるとはな。噂を聞いて待ち伏せた甲斐があったぜ。風が吹いてるぜ、親父。いい稼ぎになりそうだ。あなたたちは盗賊？下がってフレデリカ、狙いはあなたよ。私たちをどうする気です？なーに、ちょっと人質になってもらうのよ。エスフロストとウォルホート家、金持ちどもからたっぷり身の代金をいただくためにな。けどその髪の色、あんたローゼル族だな。もう一人の女はハイサンドの人間みたいだし。親父、ひょっとして人違いじゃないのか？え？乗ってた船はエスフロストの軍船だったぞ。無礼な、私は間違いなく。盗賊ども、寄ってたかって女性を襲うとは
恥を捨て。てめえ何者だ。お前たち雰囲気が似ているな。ひょっとして親子か。マナ娘のトリッシュだ。俺にそっくりだろ。私は親父みたいにごつくない。失礼なこと言うな、バカ親父。失礼とはなんだ。親子なんだから似てて当然だろうが。どうした、戦う前に仲間割れか。この野郎、お前が余計なことを言うからだ。そうだ、オラビス一家を舐めるんじゃねえ。敵は冷静さを失いました。うまく挑発しましたな、若様。めんどくせえ、邪魔者を焼きちまえ。若様、実戦ですぞ。お二方は下がってください。いいえ、私も戦います。こうなったのは私の油断が原因です。戦わせてください。しかし私は魔法の教師、そして彼女はとても優秀な生徒です。足手まといにはなりません。わかりました、では援護を頼みます。承知しました。ずいぶん賑やかだな。俺も加えてもらおうか。あなたがどうしてここへ。話は後だ、まずは賊を蹴散らすぞ。増えたがどうってことはねえ。俺たちの恐ろしさを教えてやれ。威勢の良さは立派だが、どうなさいますか、若様。遠慮は無用。ウォルホート領内で悪党の好きにはさせない。この方々は一体。行くぞ、ベネディクト。喧嘩を売られるとは、オラビス一家も舐められたもんだ。俺の番ってわけか。お前らも続け。手柄を立てれば褒美は出すぞ。無法は許さない。覚悟しろ、賊たちよ。私たちにケチつけようってんだね。意気がってんじゃないよ。よし、行くよ。稼ぎの邪魔をするんじゃないよ。そこ。この地で無法者がのさばれると思わぬことです。支えなくても。よし、どうだ友よ、倒した数を競ってみないか。危険な真似はおやめください。お父上に何と申し上げてよいか。ではない、この方々は。大丈夫、落ち着いて戦えば勝機はあるはずよ。身に降りかかる火の粉は自分で払います。炎よ。くらえ、手応えあり。逃さず。狙い通りだ。命取りですよ。
何？バカな！焼き尽くします。俺の番ってわけか。とどめ！もらうぞ。よし、行くよ。標的に従ったまでです。これで傷。ありがとう。よっしゃ、行くか。バカな！さあ、行こう。受けてみろ。やった。覚悟。トリッシュ様のお通りだ。聞いただろ。手応えあり。行きますか。回復します。これで戦えます。焼き尽くします。よし、采配です。やった。この槍を受けよう。どうしろってんだ。そんな。どうだ、見たか。トリッシュ様のお通りだ。勝利のために使いどころですね。参ります。下がれ。一撃もらうぞ。そんな。私の出番だね。勝利のために。頑張らない。傷を癒し。感謝いたします。私の魔法で。油断したな。終わりだ。よく思うなよ。な、嘘だろう。くそ。あった。なあ、下がれ。てめえら覚えてろよ、この野郎。親父、こいつは漁師の一人息子だ。何？ウォルホート家の後継ぎか。この方が。くそ、迎えに来るのが早すぎるだろう。とにかくずらかれ、相手が悪い。小悪党にしては悪くない引き際だ。我が領地を荒らす無法者です。この場で捕らえたかったが。お前の妻となる人が無事だった。それでいいじゃないか。妻となる人？俗に狙われていたことに気づかず、ご迷惑をおかけしました。ご挨拶が遅れました。こたびの盟約に従い、エスフロスト公国より参りました、フレデリカです。本日よりあなたの妻としてウォルホート家に入らせていただきます。あなたがフレデリカ様だったのですね。失礼いたしました。挨拶もせずに一緒に戦ったのか。初めての共同作業が盗賊退治とは、頼もしい夫婦になりそうだ。ロラン様！こんなところにいたんですね。探しました。ロラン様、また城を抜け出してきたのですね。親友の伴侶がお越しと聞いて、いても立ってもいられなくてな。お気持ちはありがたいですが、レグナ王に何とお伝えすればよいか。父上は俺の心配なんてしないさ。けど親衛隊のヒューエットには小言を言われそうだ。そろそろ王都に帰るとしよう。麗しき薄紅色髪の姫よ、彼がいれば安心です。婚礼の式典を楽しみにしていますよ。ではこれにて。
グリンブルク王家の紋章が入っていた。あの方はもしや。そう、グリンブルク国王レグナ様の第二王子ロラン様です。領主の若様と王子が盗賊相手に立ち回るなんて面白い国ね、フレデリカ。彼女はジーラ、私の良き教師で次女です。音に聞くウォルホートの立ちさばき、直に拝見できて光栄でしたわ。フレデリカ様、改めてご挨拶いたします。私がセレノア・ウォルホートです。この者は我が家の執事ベネディクト。セレノア様の補佐役を務めております。お見知りおきを。ようこそウォルホート家。家を代表し心よりあなた方を歓迎します。セレノア様、私の髪の色、驚かれたのではありませんか？先ほどの気丈な振る舞いは見事でした。髪の色より大切なのはあなたがどんな方かです。お恥ずかしい、出過ぎた真似をいたしました。とんでもない、武家としてもあなたの力は頼もしい限りだ。私はエスフロストから出ずに育った世間知らずです。ご期待に添えるよう努力いたします。世間知らずというなら私も似たようなものですよ。共に学び成長していきましょう。はい。これよりウォルホート城へご案内いたします。皆が待っていますよ、フレデリカ様。はい、よろしくお願いいたします。セレノアとフレデリカ、二人の婚姻は塩を持たざるグリンブルクとエスフロスト、両国の同盟強化を狙った政略結婚である。これは大戦終結後もなお続く聖ハイサンド大峡谷による塩の独占に対するささやかな牽制に過ぎないはずだった。だがこの婚姻がノゼリア全土を巻き込む大乱の幕開けであることをまだ誰も知らなかった。